2022年11月10日木曜日20時になりましたので、ハンドメイド教室のいろは今更聞けないことも話しちゃうを、始めようと思います。ちょっとこれもうちょっと後ろかな、ちょっとそれぐらいかな。ちょっとね、あの他のこれかなすいません。ですね、なんだっけ、今日のテーマはですね、自分の教室なので臨機応変に対応しちゃおうというテーマです。あ、マーガレットさん、こんばんは。コメントしていただけると嬉しいです。ちょうどね、今ね、テーマを言ったところでございます。ちょっとね、自己紹介、いつものようにちょっとね、させていただきます。布クリエイターとハンドメイド特化教室運営アドバイザーというお仕事をしております。手織りの教室とアルメニアンレース、あ、ユサアキコユアです手織りの教室と、あ、こんばんは、こちらこそいつも本当にありがとうございます。手織りの教室とアルメニアンレースを開いています。手織りの教室は今年の、ね、秋で4年目、多分それぐらい続けています。長く続けるにはどうしたらいいか、長く受講してもらうにはどうしたらいいかということにポイントを置いて、主にお話しさせていただいています。で、今日のテーマ、自分の教室なので臨機応変に言えてない、臨機応変に対応しちゃおうというテーマです。何このテーマって思われた方もいらっしゃるかもしれません。ね。なんでね、このテーマにしたかと言いますと、まあ、こうやってね、今日で35回目なんですけれども、まあ、ハンドメイド教室のイーロハということでね、まあ、長く続けるにはどうしたらいいかっていうことを、に重きを置いて、お話ししてるんですけれども、私自身もね、このことを、このインスタライブをやることになって、どうして、どうやって長く続けてこられたのかなってね、こう、よく考えるようになったんですよ。で、一つはやっぱり、あ、アコダンツーさん、お久しぶりです。今日のテーマはですね、なんだっけ？自分の教室なので、臨機応変に対応というね、テーマです。でね、なんでこのテーマにしたかというと、そう、長く続けてこられた一つの、一つにはこの臨機応変に対応してきたな、受講してくださってる方に、にとっていいようにちょっとね、こう変化させていったなっていうふうに感じたんですね。なのでちょっとね、このテーマでお話しさせてもらおうかなと思っています。まあ、いろんなね、ハンドメイド教室の方いらっしゃるので、もしかしたら、私の教室では無理だわ、とかっていうね、こともあるかとは思うんですけれども、ちょっとでもね、なんか参考になれば嬉しいと思います。で、話違いますが、昨日の皆既月食ご覧になりました？インスタでフォローし合ってる方が2時間見てたっていう方もいらっしゃって、そりゃすごいなと思ったんですが、私もちょうど火曜日の、東京なんですけど、8時41分から天王星がこう隠れる頃、時なんですって。なので、ダッシュでってわけじゃないんですけど、まあ、30分ほぼほぼちゃんと終わらせて、って言って、ちょうど本当に40分、41分ぐらいに間に合ったので、で、42分ぐらいまでこうずっと見てましたけれども、ねえ、330何年後じゃないと、また見れないっていうのはすごいことですよね。あ、五段通さん。折ってる途中だったので、ちょっとだけ見ました。あ、こんな夜にも折ってるんですか？大変。もう私ね、あんまりこの頃ね、あ、もうサンプル以外はあんまり追ってないんですけど。
って言ったりとかしてたんですけれども、あ、皆既月食見てましたね。すごいですよね。なんだ、天王星が隠れるのは400何年ぶりとかって言ってね、織田信長を400何年前は織田信長も見てたんじゃないかとかって言ってね、あのニュースでやってましたよね。それはまたすごいなとかっていうふうに思いましたけど、きっとね見てたでしょうね。昔の方たちはすごい怖かったんじゃないでしょうかね。あんな月があんな風になっちゃうんだからね、ちょっとびっくりしますよね。でも、300年後私たち確実に生きてませんしね。その今日生まれたっていうか、その日に火曜日に生まれたお子さんだって見れないわけですからね。なんか不思議ですよね。ということでお話戻させていただきます。なんだっけ、そう、私の場合のね、臨機応変、どういったことがあるかあったかちょっとねお話ししようと思います。まずですね、私の教室の、ね、状況、まあ月2回1回2時間で2回でおいくらって決めてあるんですね。でそれを3ヶ月分あ、キルト鈴木さんこんばんは、3ヶ月分前払いしてくださいっていうふうに決めてるんですね。で、一応カリキュラム、まあ作品をね、こういうなんちゃら織りのマフラーとか、なんちゃら織りのマットとか、そういうのはですね、まあ B5 サイズに、だいたい10作品作る、だいたい10ぐらいこうね、カリキュラムを決めていまして、それが1、2、3、4、5、6枚ぐらい、今6枚目ぐらいあるんですけれども、まあそれを手織りサンプルとともにね、今度はこういうのやりますよ、みたいな風に、こう、受講してくださってる方にお見せして、やってる、まあ、教室を運営してるわけですけれども、まあ、生徒さんによってはね、これマットじゃなくてストールがいいんですとか、できませんかとか、こっちの方を先にやりたいんですけど、とかっていろいろあるんですけれども、そういうのにはね、なるべく答えられそうだったら答えるようにはしてるんですね。ですが、ある時ですね、こういうことが起こりました。月2回ね、半年1年ぐらい続けてくださった方かな。その方が親御さんかご主人かお姑さんかちょっと忘れちゃったんですけど、とにかく介護しなきゃいけなくなっちゃった。なので通えなくなっちゃうって言われちゃったんですよ。あーと思うじゃないですかね、せっかくここまでやってきたのに、いや残念ですねって思ってひらめいたんですね。月1回行きませんかっていうふうに言ったんですよ。今までは月2回だったわけですね。それまで月1回っていうのはね、やってなかったんですよ。で、もうその時考えました、私は。月1回ね、ヘルパーさんとかに来ていただいて、でリフレッシュのためにも、自分のね趣味の時間持ってたらいいですよね。もしできそうでしたらいかがですか。もちろん受講料は月2回の本当に半分でいいですよ。でしかも月2回っていうのはね、何日と何日って、例えば第2木曜第4木曜っていうね、各週でやってるんですけれども、どちらでもね、まあ、基本どっちか決めておいていただいて、こっちに出れなかったら早めにこっちにしますっていう形で振り返りできますよみたいなことをですね、ご提案その場でしちゃったんです。で結果的にその方は月1で、ね、受講してくださることになりました。そんなふうにですね、1回生徒さんがいなくなっちゃうと、もう1人入ってくるのって結構大変じゃないですか。なのでね、ちょっと起点をね、ぐるぐるぐるいろんなこと考えるんですよ。で、ご提案させてもらって、月1で通ってくださったっていうことがあったんですね。あ、ますみくり0424さん。はじめましてかな、ごめんなさい。もしもね、よろしければコメントとかしていただけると嬉しいです。で、もう一つはね、そう。あとね、やっぱり何かの理由で何ヶ月か出れなくなっちゃうのでちょっとやめますっていうふうに言われたことがあったんですよ。いわゆる6
6回もこうね、全納してもらってるんですね。で、6回目に次の6回分、継続でよろしければ。で、6回目に次の6回分。だから、3ヶ月経ったら次の3ヶ月物分みたいな感じで、お支払いしていただいてるんですけれども、まあ、区切りがいいところでね、なんかこう、なんかの理由でね、ちょっともう、出れそうもない。確かね、ご主人が転勤するので、その引っ越しの手続きで、何ヶ月かちょっと出れないから、とりあえずやめますっていう感じだったと思うんですよ。で、私はそこで考えました。一応ね、入会金というのをね、頂戴してたんですね。で、3ヶ月以内に戻ってきてくださったら、入会金いらないですよって言ったんですよ。それも、その時ひらめいちゃったんですね。で、申し訳ないんですけど、4ヶ月目になったら頂戴します。っていうふうに、その時考えたんですよ。言ったら、戻ってきてくださいました。ね。そんな感じ。あとね、そう、実家のね、実家の方にちょっと戻らなきゃいけないとか、ちょっと遠方なんですね。なので、ちょっと1ヶ月、2ヶ月を出れないとは多分来れないので、みたいな方とか、本当にご主人のそれ引っ越しっていうか転勤の手なんかとか、なんかね、ちょこちょこあったりするんですよ。そういう数ヶ月、1ヶ月、1、2ヶ月ちょっと出れませんみたいな。ね。そしたら、そういう形で、ね。本当にその時に考えたんですけれども、入会金なしで戻ってこれますよ。って言って、何人かね、3、4、5人ぐらいいたかな。そういう形で戻ってきてくださいました。やっぱり、本当ね、さっきも言ったように、一度さよならってしちゃうと、また違う方が来るのって、来てくださる。いつ来てくださるか分かんないですしね、こっち待ってる側って。なるべく、まあね、言い方はちょっと良くないですけど、引き止めておいた方が、ね、いいわけじゃないですか。で、まあその方にとっても、せっかくこれまで続けてきて、せっかくここから面白くなるのに、とかね、せっかくここから何とか折りとかいろいろやるのに、とかね、その方は本当に、丁寧に追ってて、ああ、もったいないとかね、そんな風に感じることがいっぱいあるわけですよ。こう、やめますって言われた時。で、もちろんね、ああ、そうなんですかって言って、心よくね、わかりましたっていう風にして、言うには言うんですけれども、どうっていう感じで、一応その方の事情をお聞きして、対応できそうだったら、対応しちゃおうよ。っていう、そういう意味での臨機応変がうまくできると、できたことで、こう、生徒さんをこう、まあ、つなぎ止めていって、やっぱりね、生徒さんいらっしゃると、次の方もね、なんか来て、新しい方も来やすくなるって言ったらおかしいんですけれども、そんな感じもするんですよね。なので、自分で考えられる相手、もしもね、皆さんのそのハンドメイド教室でできるようだったら、対応しちゃう。その受講してくださってる方にとってもいいようにですよ。もちろん、自分、私よがりだけじゃなくてね、提案するっていうのはやっぱり、いいことなんじゃないかななんて思っています。で、私も実は母、まあ、ちょっと父も母ももう亡くなってるんですけども、やっぱり介護を看病したことあるんですね。その時ってやっぱり自分の時間って大切なんですよね。私の場合は、もう、まあ、弟もいたんですけど、あんまりちょっと役に立たなくてって言ったらおかしい、良くないんですけど、妹がね、ちょっとその頃は大阪に住んでたので、何ヶ月に一回かちょっと来てくれた時だけ、自分のね、
ちょっと時間を持てて、私はどっちかというと運動するのが好きだったので、本当にスポーツクラブにね、1時間ぐらいちょっと汗を流させてもらったりとかっていうふうにしてたんですけれども、そういった経験もあったので、介護しますっていう方はすごくね、多いんですね。で、もちろん、私の教室のターゲット層は50代以上ってしてるので、やっぱりもうそういう世代になってきちゃうと、介護でっていう方も多くなるんですよ。で、私も経験あるけど、月に1回だけでもヘルパーさんとかにね、来てもらってる期間、時間だけでも、リフレッシュもね、兼ねて、来れませんかみたいな形で、私は提案させていただいたっていうね、経験があります。あ、趣味に助けられますね。そうなんですよ、本当に。どうしても、いけないと思ってても、イライラってして、当たっちゃうんですよね。ね、もうそんなにほら、動きも不自由だと、もうってね。それで、怒った自分に、こう、あ、情けないって思いがちになっちゃうんですよね。そこをやっぱり、自分の時間、月に1回でも、1回2時間でもね、こう自分の時間を持ってリフレッシュすると、あ、電話入ったのですね。キルの鈴木さん、ありがとうございます。自分のね、時間を持つと違ってくるので、相手のことも考えつつ、自分にもいいようにって言ったらあれなんですけど、提案して臨機応変に対応していくっていうのは、必要、いいんじゃないかなと思っています。でね、あとは、こういうこともありました。一応ね、カリキュラム決まってるんですよ。ね、さっき言って。なんだけど、先折りと言ってですね、布、裂いた布を横糸に使って折るっていうのを先折りっていうね、裂くって感じですね。したいっていう方がですね、何年か前にすんごいいっぱいいらっしゃいまして、先折りがやりたいんですけど、っていうね、メールがいっぱい来てたんですことがあるんですよ。で、先折りはやってないんですよね。一応カリキュラムの中に1回や2回は入ってるんですけど、みたいな風な対応してたんですけれども、この頃はですね、一応来ていただいて、見学していただいて、で、一応カリキュラムがこうあって、この部分を布を使ってね、裂いた布を使ってっていう風にもできますよ、っていうような提案をしたり、あとはそれでもっていう方にはですね、全くの別料別カリキュラム、あ、アトリエシオンさん、こんばんは、ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。そう、そんな感じ。アトリエシオンさん、思いっきりあれですよね、こんばんは、ハートもいただきありがとうございます。思いっきりまたアイコン変えましたよね。お顔がちょっと映っていたのをまたお顔がさよならしてしまいました。お顔はアイコンだったのにちょっとこんな感じだったのが今は完璧にまた陶器に戻っております。その辺の心境の変化は何故でしょうかみたいな感じで。ですね、お話戻しますと、そんな感じでですね、先折りをだけをやり、お久しぶりです。こちらこそありがとうございます。そう。先折りだ、これだけやりたいっていう方と、なんか固執してらっしゃる方がいらっしゃるんですよね。そういう方にはですね、一応見学に来てもらって、で、まあ、他のね、生徒さんの作品も見てもらって、で、まあ、私のカリキュラムもね、ちょっとお見せして、プリントをお見せして、なんとなく変えてみました。あ、そうですか。了解でございます。そう、お見せして、で、こことこことここをこういう柄でを布でやるっていうのは面白いと思いますよとか、こういう風にしてここで布を使うとこんな風になりますよみたいなことをちょっと提案する。でも嫌だったら別料金で考え、カリキュラムで、やらせていただきますよっていうことをね、ご提案したことがあります。で、その方は、最終的には別カリキュラム、あ、じゃなかったか。その、一応のカリキュラムの中で、ちょっと先折りを入れるみたいな、そんな形で、
受講してくださいました。それも、あまり、一応ね、自分のカリキュラムは決まってるんだけど、これだけしかやりませんってなったら、ねえ、やっぱりせっかく連絡をくださるっていうことって、やっぱり勇気いることじゃないですか、自分のことを。自分が連絡、相手にね、連絡するかしないかって考えたときに。それと同じことって、やっぱり勇気持って連絡してくださったんだから、なんとかこうね、やる気満々だと思うんですね、その方たちは。なので、なんとかをこう答えたいなというようなことで、臨機応変にですね、いろいろこう考えながら、自分の作ったそのカリキュラムだけに固執しないで、その方になるべく合わせられるような感じで対応していけたらいいんじゃないかな、なんていうふうにはね、ちょっと思ったりもします。あ、ダジアレンジャーさんが来てくださいました。こんばんは、ありがとうございます。あと10分ぐらいですけれども、いくつ考えられますかね、ダジアレンジャーさん。いつも謎かけをしてくださっております。そんな感じでですね、カリキュラムさえも、私は変、ちょっとずつね、その方に、で、あと、他の方のね、生徒さんにも、まあ、迷惑って言ったらおかしいんですけれども、違うカリキュラムの方だけにこうね、専念しないような感じで対応していっています。あ、今お仕事をおりました。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。そんな、まあ、お仕事終わってすぐに私のこんなインスタライブ聞いてくださり、あ、チャンネル合わせていただきありがとうございます。あ、そうです。シオンさんからもお疲れ様です。キランキランっていうの来てますよ。ダジャレンジャーさん。そうです。でね、今ね、ちょうど、通ってくださってる生徒さんがいらっしゃるんですけれども、その方はね、他のところでちょっとだけやってらっしゃった方ですね。あ、ダジャレンジャーさんからね、ハートいただきました。他の方で、あ、他のところでね、本当にね、その方ね、器用な方で、一回ね、何時間か受けただけで、縦糸の張り方も、あとはね、YouTube とかいろいろ見て、自分で自己流でずっとやってらっしゃった方なんですって。で、今年の春ぐらいから通ってくださってるんですけれども、が、と、あ、ありですか、この黒いのは。ありがとうございますって書いてます。いまいち。でね、その方は、ちょっと自分で、ご自分でできるので、まあ自己、割とちょっと自己流なんですよ。自己流だから、基本を知りたくて、他になんちゃら折り、なんちゃら折りっていうね、折り方、模様をあんまり折り出せないそうなんですよ。なので、そういうのをやりたいっていうふうにおっしゃってきたんですね。ダジアレンジャーさんが、あちゃって言ってます。はい。すいません。でね、そう。基本を知りやりたいって言いながら、毎週毎週、ありゃりゃ、ありゃりゃって、ありゃりゃって、シオンさん、ありゃりゃってうまい、ありゃりゃの方が上手。あ、シャレ落ち、シャレを、シャレ落ちやりとりに笑ってしまいました。シャレ落ちやりとりっていうの？うん？ダジャレ？ダジャレやりとりにか。ダジャレやりとりね。失礼いたしました。そう。そうなのね。その方はね、基本やりたいって言いながらも、毎週毎週、雑誌で見た作品、マフラーとかいろいろ見て、これできますか？これ折りたいですってやってくるのよ。で、その度に私は、基本をまずやってからの方がいいですよ、みたいなことをですね、この佐藤す、思いっきり私より年上の方なんですよ。なんですけれど、優しく佐藤してるんですね。で、3回か4回続いたんで、これはこの方にとっては、ね、違うカリキュラムでやった方がいいのかなと思ったんですよ。とてもどちらかというと自由にやりたいみたいな感じの方なので。で、毎週毎週こういう感じでやり取りしてさせていただいているので、別カリキュラムでこうやりたいなん
折り方もね、ご提案していただいて、それに対して私がちゃんとテキスト作って、お教えしますよ。ただ、ちょっと別料金になりますので、これぐらいの金額でいかがですかっていうことを提案させていただいたんですね。そしたら、少し考えてみますっていうね、ご返事をいただいたんですね。で、もちろん今もちょっと受講していただいているんですけれども、まあ、そのキリがいいところでね、もしかすると、じゃあ別カリキュラムですっていうふうになるかもしれないし、あ、アコダンツだったんですね。あ、やりとりに笑ってしまいましたね。すいません、私ダジャレンジャーさんかと思っちゃった。失礼いたしました。そう。ダジャレンジャーさんとはですね、もうね、いつもこんな感じで、ダジャレンジャーさんはね、私にツッコミを入れてもらいたいらしいんですね。なので、ちょっとね、強めのツッコミ、よくないとかっていうツッコミをさせていただいております。まあね、そんな感じでですね、そう、今ね、提案されさせていただいて考えてみますっていう方も、本当にね、もしかしたらその方にとっては、私のそのカリキュラムにのっとって、その方もね、ちょっとできるから途中から、途中のカリキュラムからやった方がいいんじゃないですかっていうふうに提案して途中からやってるんですけれども、もしかするとね、そういうふうにした方がその方にとってもいいかもしれないじゃないですか。そんなふうに、できる範囲で自分一人のね、教室なので、変えていっても臨機応変対応していっていいんじゃないのかなっていうふうにね、ちょっと私はね、感じていたので。今日はね、このお話をさせていただきました。あ、アコダンツーさん、なるほど。強めのツッコミ面白いです。ぜひツッコミしてあげてください。ほらほら、ダジャレンジャーさんどうします?あと3分ぐらいで今日終わっちゃうんですけれども、なんか謎かけ、仕事終わりだからちょっと疲れちゃって考えられないかな?みんなが待ってますよ、ダジャレンジャーさん。申し訳ないです。そう。こんな感じでですね。そう。生徒さん、受講してください。あ、やってきました。ダジャレンジャーさん。折り方を学ぶとかけて、バスの下車ボタンを押す気持ちと解く。折りたい!お!すごい!いいじゃないですか。なかなかですよ。あと2、3分っていうところで、底力が出ましたね、ダジャレンジャーさん。いいです。もしかしたら、今までの中で一番いいかもしれない。ほら、シオンさんからも、1、2、3、4、5、6、7、7個もいただきましたよ。あ、マーガレットさんからも3つもじゃ拍手。あ、アコダッツさんは、拍手3つにハート3つですよ。アコダンツさん、ハート3つはやりすぎ。いやいや、そんなことないですよ。ダジャレンジャーさん、いつもね、こうやって盛り上げていただいて本当にありがとうございます。ね、今日で35回目なんですけれども、いやー、35回も続いてありがたいなと本当に思っております。考えるとかけて、ダジャレンジャーさんの2作目。考えるとかけて、オーストラリアの動物と解く。考える。これはちょっと苦しい。これはちょっと苦しいね。考えるってことですか?ちょっと苦しい。やっぱほら、アコダンツーさんがハート3つも上げちゃうから、ちょっと変なのが出てきちゃった。本当にですね。こうやって、長く続けられるのって、やっぱり、自分でやってるんですけれども、来てくださってる方がいるからだなというふうに感じて、ありがとうという気持ちをやっぱり伝えるってことはね、大切だと思うんですよね。ああ、やっちまったってダジャレンジャーさんがおっしゃってまして、アトリエシエンさんも、えへへって言ってます。アコダンツーさんも爆笑しております。
こうやってですね、本当にやりとりをね、させていただきながら、盛り上げていただいてるからこそね、今日もね、実はちょっと疲れてるんですよ、私。本当よ。本当に疲れてるの。トミーさん、こんばんは。ありがとうございます。本当ね、実はね、ちょっとすごい疲れてるんですよ、今日。とっても。ああ、疲れてるな。ちょっとやるのどうしようかなって、本当にね、思うことも多々なんですよ。多々なんですけれども、30分だしな、とか、ね、こうやって来てくださる方がいるに違いない、いなくても頑張ろうって思って、やって、本当に来て、だってチャンネル合わせるってさあ、なんて言ってごめんなさいね。大変なことじゃないですか。それはチャンネル合わせてもらうっていうのは、本当に感謝しかないですよね。本当にありがたいと思ってます。ダジャレンジャーさん。35回目とかけて、南国の海と解く。サンゴが良い。まあ、サンゴとかければよかったのに、産んだ後。ヒロトミーさん。今日もライブです。そうです。上の方でチラチラしてるのはライブでございます。ユアさん、トレーニング走りすぎですか？今日はね、ウェイトトレーニングです。こうやってね、ウェイトトレーニングって言うと30キロも50キロも上げるわけじゃないですよ。こうダンベル持ってこうやったりとかね、なんかこう、こうふうにやったりとか、ふんとかこういうのやるんですけれども、ちょっと睡眠不足になるよね。それもあって、ちょっと今日本当にね、今日午前中教室があって、で、近くにスポーツクラブがあるので、そこでスポーツクラブしてきて、で、帰ってきて、遅めのお昼食べて、で、ちょっと昨日ね、オンラインでちょっと教えてるんですよ、今。その方のまとめてあげないと、今日中に送るって言ったのに、ちょっとまだまとまってないので、この後もちょっとパソコンね、開いてやるんですけれども、それもやって、ね、疲れたなーってね、実は思ってたんですよ。はい。なんだけど、こうやって来ていただけると、よし、頑張ろう。やっぱり、ね、本当にありがとうございます。今ね、6名の方もね、来てくださってて、この時間にチャンネル、ね、インスタ開いて、ポチってしてくださるっていうのって、本当にありがたいと思うんですよ。なかなかできることじゃないので、ね、本当に、そういう、感謝の言葉をやっぱり私も、述べて、ね、そういったことで、続けていけると、私は思ってるんですね。あ、オンラインとかけて歯磨きと解く、しおんさんですよ。その心は、すごい。その心は、オンラインとかけて歯磨きと解く、その心は、オンライン。なんだろう。メーカー名言っちゃうの？もしかしたら。あ、どちらも戦場。どちらも戦場。あ、なりがと、手洗いにすればよかったのに。でも、OK。すごい。すごいな、みんな。よく考えられるな。私ね、頭固いんですよ。だからね、全然考えられないんですよ。臨機応変に、ね、ほら、お金がかかってくるからかな。臨機応変に、生徒さんに、こういうふうにしたらいいかなって思うんですけども。こういう謎かけとか全然考えられないんですよね。あ、ダジャレンデアさんが3作目。今日やらなければならぬとかけて、大学のレポートと解く。はい。その心は、ダジャレオンパレード。あ、ダジャレオンパレードは、アゴダン2だね。今日中に送らねば。そうなんです。時々ね、ダジャレンジャーさんが、脱線して、頭が回転が速くなると、ダジャレばっかりになっちゃうんですよ。ここにシオンさんも交わってきちゃうので、さすがシオンさんは関西の方なので、これ、ほら、笑いに対してお上手ですよね。はい、シオンさん素晴らしいですね。マーガレットさん、皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで、なんだか最後、よく分からなくなりましたか。
あ、リカンロンさん、ごめんなさい。もうそろそろですね。終わりでございます。最後はですね、ちょっとね、ダジャレだけになってしまいましたけれども、今日のまとめはですね、臨機応変に対応してですね、受講してくださる方にとってと、私たち教える側にとって、ウィンウィンになるように、自分のね、教室なら臨機応変に対応していって、なるべく生徒さんをつなぎ止めて長く続けていきましょうということをお話ししました。ごめんなさい、リカノさん。ダジャレンジャーさん。お疲れ様でした。皆さんありがとうございました。全然大丈夫ですよ、しおんさん。楽しかったです。頭回転早いんで、グッドです。ということで、終わりにします。全然すみませんじゃないですからね。ありがとうございますですよ、本当に。さすがです。関西の方、さすが。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。ハートいただきました。すみません。では終わりにします。寒くなってきたのでね、風邪などひかない。